こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る、人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して読書の魅力や本の素晴らしさを広く発信しております。アインシュタインの名前を聞いたことがないという人はきっといないと思います。実際に何をしたかは分かっていなくても、天才物理学者ということを知っている方っていうのは、多いんじゃないかなと思います。私はですね、中学生から高校生にかけて宇宙に憧れを抱いておりまして、そうすると自然とですね、アインシュタインの名前というものが入ってきます。E イコール MC 事情というシンプルな式で表せれる相対性理論の意味を知りたいというふうにワクワクしておりました。でアインシュタインはですね、物理学者でありながらとてもシンプルな言葉で語りかけてくれまして、それはまるで哲学的なものまであります。今回紹介するバイトサイズアインシュタインという一冊になるんですけども、こちらはアインシュタインの言葉で英語をですね、味わいたいなと思いまして、高校生の時に背伸びをした要所になります。最近少しずつ英語の勉強をしておりまして、現時点で、この本を読んで意味を理解できたのは大体肌感で半分くらいでした。それでもですね、日本語で聞いたことがあるなというふうに言葉に触れることができてよかったです。で私が特に好きなのはですね、The important thing is not stop questioning という、一文になるんですけども、大事なのは疑問を持ち続けることという意味になるんですけども、私がおそらく、インターネットで出会ったものにはこの文章にさらにちょっとプラスされているものでして、でその前についているのが Run from yesterday, live for today, hope for tomorrow というものでして、昨日に学び、今日を生き、明日に希望をというものになります。つなげると昨日に学び、今日を生き、明日に希望を、大切なのは疑問を持ち続けることというふうになります。これは年を重ねても学び続ける、成長し続ける上で大事な心構えだと私は思っております。ちょっとすぐには見つからなかったんですけど、確か翻訳版も出てるかなと思いますので、興味のある方はぜひ手に取っていただけたらなというふうに思います。最後まで聞いただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの吉岡でした。